はい、こんにちは。今回は風立ちぬに登場したキャラクターについてのお話をします。はい、この風立ちぬっていう作品はね、実話がベースになっているので、もうモデルになった登場人物っていうのがたくさんいるんですね。もうこの主人公の堀越二郎がまず実在した、まあ、航空設計技師の堀越二郎さんがモデルになっていますし、それとは小説家の堀達夫さんのその人生がまあ投影されてるわけですね、この物語の中に。まあ、つまり2人の人生がまあこの映画の中に投影されてるということですね。まあ、設計技師としての人生では、まあ、堀越二郎さんが投影されて、恋愛の部分、里見直子との恋愛の部分では、堀達夫さんの人生が投影されているわけですね。それで、まあ、里見直子のモデルは誰なのかっていうと、まあ、実はこの映画に登場した里見直子のモデルっていうのは、小説風立ちぬに登場した節子と、それともう一つね、直子っていう小説もあって、その登場人物の二人が投影されているわけですね。まあ、そうすると、まあ、このモデルは架空なのかっていうことになるんですけど、まあ、そうとも言い切れなくって、この小説風立ちぬに登場した節子っていうね、そのヒロインのモデルっていうのは、実はまあ堀達夫さんが付き合っていたまあ恋人の矢野綾子さんという方がモデルなんですね。まあ、この映画の中の里見直子っていうのは、まあ、結核でよく絵を描いていたじゃないですか。まあ、それと本当に同じで、まあ、その矢野綾子さんというのも、まあ、結核を患ってた方で、それで絵をよく描いていたっていう、そういった、まあ、実はベースがモデルになってるんですね。まあ、堀達夫さんもね、まあ、結核を患ってたらしいんですけど、まあ、それで、まあ、堀さんと、まあ、矢野綾子さんは、まあ、共に病と戦いながら療養所で過ごしていたと。まあ、そういった実話があって、まあ、その自身の経験をもとに、まあ、堀さんは風立ちぬっていう小説を書いたんですよね。それなので、まあ、里見直子の、まあ、大元、モデルの大元は、まあ、矢野綾子さんかなというふうに僕は捉えてます。この矢野綾子さんについてはね、もう随分前にブログに書いたので、まあ、よかったら概要欄に貼っておくので飛んでみてください。はい、それからね、堀越二郎の同僚の本庄っていうのがいるじゃないですか。親友として描かれていた本庄、これっていうのもモデルがいて、本庄喜郎っていう人がいたんですね。ただこの人っていうのは実際は堀越二郎さんよりも一期先輩なんですね。で、映画の中では親友ですけど、まあ、実際はそんなに交流はなかったらしいんですよ。で、まあ、宮崎監督はね、まあ、この二人に交流がないっていうのはもちろん分かってたんですけど、まあ、映画の中では親友にしましたっていう風にね話していて、まあ、実際はこの二人とお互いの仕事について一言も言い合ってないらしいんですね。それなので多分仲が悪いんだろうっていう風にね、宮崎監督が踏んでるんですけど、まあ、映画では親友にしましたっていう風に話してましたね。はい、それから堀越二郎のね、その上司に服部っていうのがいましたけど、その服部っていうのも実はモデルがいて、三菱重工業の名古屋航空機製作所の部長などをねされていた服部丈二さんという方がねモデルになってるみたいですね。はい、それからね、二郎たちが、ね、外国に行った時にユンカースっていうのが出てくるじゃないですか。あれっていうのもね、実在した人で、ドイツのまあ発明家なんですよね。初期のねディーゼルエンジンの開発などに関わった人で、まあ航空機のね設立だとか、まあ数々の功績を残した、まあ、偉大な人なんですよね。まあ映画の中ではそんなにたくさんね登場しなかったんですけど、まあちょこっと出ただけですよね。はい、それからね、まあ二郎の夢の中にたびたび登場するカプローニ、これっていうのも実は実在した人で、まあ、イタリアの航空技師なんですよね。まあイタリアのね話はまあこの物語の中で登場しないので、まあ夢の中でね登場させたんだと思うんですけど、まあイタリアの航空会社カプローニのまあ創業者ですね。実はジブリっていうね、その名前もねカプローニ社の飛行機の名前から由来されているので、結構ジブリともつながりがあるんですよね。で、実はね、そのカプローニさんのひ孫にあたる人がね、宮崎監督がね紅の豚を作る時にね、その飛行機に関するね資料をねたくさん送ってくれたらしいんですよね。まあもちろんその創業者のねカプローニさんはもういないですけど、まあ、ひ孫にあたるカプローニさんは、まあ、宮崎監督と実はつながりがあるんですね。はい、それからもう一人、謎の人物として描かれてるカストルプっているじゃないですか。クレソンをもりもり食べてたカストルプ、あれっていうのは実はリヒャルト・ゾルゲっていうね、その当時実在したスパイがモデルなんですね。まあソ連に実在したスパイだったんですけど、まあその人がモデルなんですけど、だけどこのキャラクターのその容姿っていうのは、スタジオジブリでね働いていた海外事業部のスティーブン・アルパートさんっていう方がモデルになってるんですよ。まあそのアルパートさんっていうのは、まあジブリを海外に売り込むためにまあすごい尽力してくれた方で、まあすごくよくしてくれた方だったんですよね。もう今はもう辞めてしまったんですけど、それでまあ辞める時に何かをあげるならまあ似顔絵がいいだろうとまあ宮崎監督は思ったらしいんですけど、だけどまあ宮崎監督もなかなか似顔絵が描けなかったらしくって、まあそうこうしてるうちにね、アルパートさんはアメリカに帰っちゃったんですよね。でまあ宮崎監督もね似顔絵が描けなかったなっていう悔いが残っていたっていうのがあって、それでまあどっかでね、そのアルパートさんを登場させたいと思ったんですね。そこで出番がやってきたのが、もうこの風立ちぬのカストルプだったんですよ。まあリヒャルト・ゾルゲがモデルのスパイのカストルプなんですけど、見た目はスティーブン・アルパートさんなんですね。はい、
アルパートさんはこの方ですね、一番右の方、この方がスティーブン・アルパートさんで、これはね、我が輩は外人であるっていう本なんですけど、まあ、海外に対してねジブリを売り込む時に、まあ、尽力してくれた方で、一旦売ってしまった風の谷のナウシカのね権利もね買い戻したりと、まあすごい活躍してくれた方なんですよ。それでまあこの風立ちぬのそのカストロプの声もこのアルパートさん自身が実際に当てています。あの片言の日本語っていうのはね実際のものなんですよ、作ったものではなくて。なんかこれいい話だなって思うんですよね。なんかお別れ会の時に似顔絵が描けなくって、そういった悔いが残って、それをまあ作品の中でまあそれを達成させるっていうね、それで声優もアルパートさんに演じてもらうっていう、そういった悔いがまあ創作の動機ってなるのが、まあクリエイターっぽいなっていう、宮崎監督っぽいなっていう風に思いましたね。はい、以上が風立ちぬに登場したモデルになった人たちのお話でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。